じゃあどんどん行きましょう、はい、じゃあ続いての出題者は伊達ちゃん。はい、はい、私行かせてもらいます。お願いします。ちょっと難しくて、ちょっとマニアックな感じで行かせてもらいます。私はついついやってしまうんですが、ちょっとお高めのティッシュってあるじゃないですか。ポケットティッシュでも何でもいいんですけど、それをちょっと使った時にちょっとだけ舐めちゃう人。それ一斉大丈夫？大丈夫ですよ。なんかちょっとみたいな。え、毎回？毎回？過去にあるやったことある人。美味しいんだ。でお願いします。一応スクールアイドルという枠から離れないテーマでって言われてるんだけど、全然ティッシュは全然ここを拭いたりとかするじゃないですか。なので全然こういろんな拭いたついでに舐めちゃう人とか。なんかそうそうですそうです。おっしゃる通りです。そうです。それが過去に。後で、はい、行きましょうか。じゃあ、はい、じゃあいいですか。はい、改めてじゃあ、はい、アンケートのお題お願いします。はい、少しお高めのティッシュを過去に使用した際に一度でもちょっとだけ舐めたことがある方、挙手をお願いします。せーの。はーい、やったー。これすごい。舐めたこと。どうですか？怖いんだよ。怖い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 。やだ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 。美味しいんですよ。砂糖を含んでるんだよ俺。バターが。今日選ばれた理由それですか皆さん。飲んでる飲んでる今日の選抜。甘いって噂がなんか。あ、それね。なんかでも本当に砂糖含んでるらしいんですよ。アルコールティッシュだとなんか蒸発しちゃうけど砂糖だと水分を逃がさないから。こすっても痛くないっていうのを見て食べました。でもね、もしなんか本当にピンチの時はティッシュでもいいって言いますよね。それの練習用にだと思う。え、でも砂糖含んで、まあまあ食べられなくはないみたいな。なんかその一時それをちょっと舐めてしのぐみたいなのは全然大丈夫かなっていう。しのいではないの。え、すごい。結構こんなにいらっしゃると思ってなくて嬉しいです。なんか全然マニアックじゃなかったね。よかったです。お嬢ミュータンが不思議ちゃんだよ。ここでは嘘でしょ。ぜひティッシュもやってみてください。やってみてください。今日の言うのであればじゃあやりましょうか。ぜひぜひぜひ。甘くてびっくりする。甘くてびっくり。さっきの楽屋にちょっとお高めのティッシュあったんですよ。食べよう。ぜひぜひ戻ったらやってみてください。戻ったら食べさせていただきます。じゃあそう、ぜひお願いします。わかりました。ありがとうございます。リエラちゃん、のにジュースとティッシュ食べたことある人。すごく真面目な感じのグループで清楚系です。よろしくお願いします。次の3期生のさ、あの選ぶ基準をさ疑ってしまうよ。なんか紙食べたくなる人がいる。申し訳ない。オーディションで聞かれるから変わったもの食べてますか。そんな真面目な感じの審査に。では続いて出題者は